佐世保鎮守府庁舎佐世保鎮守府は長崎県佐世保市にあった日本海軍の鎮守府である。通称はスケチン。九州をはじめとする西日本地域一帯の防衛と朝鮮、中国等東アジアへの進出の根拠地として九州の西岸に海軍の軍港を置くことになった。本命は長崎だったが長崎湾が強小であるため市民から 商工機能を阻害されると猛反対され、土地買収費用の問題もあり断念。西松浦郡今里、北松浦郡平戸の江袋湾、東その郡佐世保村が候補地に挙げられた。佐世保湾の調査に訪れた肝付金行は、海、陸の両側から湾を見て一目惚れし、佐世保湾を優れた港湾の一つとして、明治政府に進言。海軍部内での検討の末、 回ればななりと歌われた日本最大の天然の良好である佐世保湾に面し、その時は乾燥になっていたため土地も安く手に入る佐世保村に軍港を開き陳府を置くことが決定。1889年7月1日に正式に佐世保陳府が会長した初代陳府司令長官は赤松時永海軍中将である。赤松時永中将。 1887年9月26日から1889年3月30日、軍港設置委員長として、港湾設備の建造を指揮、ドック構築の失敗を、後々まで悔やんでいた。赤松時長中将、1889年3月8日、林清康中将、1891年6月17日、井上義香中将。 1892年12月12日、相浦元道少将、1893年5月20日、先祖は平安末期、松浦郡将上浦から、現在の佐賀県宅敷と宅に移住した松浦島の相上浦氏。移住後、愛浦と名乗る。芝山八八大佐、1894年7月13日すべての陳府長官でただ一人。 召喚に達しない大佐の地位で、長官職を任じられた。柴山矢八少将、1894年7月30日、相浦元道中将、1897年10月8日、東郷平八郎中将、1899年1月19日、連合艦隊司令長官時代、万章郎に、直筆の万歳郎の額を寄贈した。和則中将、 1900年5月20日、日露戦争中の激務をすべて坂本俊厚氏、三坊長に丸投げし、観光の長者と揶揄された。有馬新一中将、1906年2月2日、ウルー外吉中将、1906年11月22日から1909年3月1日、有馬新一中将、1909年3月1日から1909年12月1日、 では、重藤とう中条。1909年12月1日から1911年12月1日。島村むら中将、1911年12月1日から1914年3月25日。藤谷一中将、1914年3月25日から1915年8月10日。山下し太郎中将。 1915年8月10日から1917年12月1日、小学4年生の霊俗が下校中に海軍将校から視察されている。現場は、八幡神社入り口で、児童遊園の慰霊碑が立つ。八代六郎中将、1917年12月1日、宝部氷中将、1918年12月1日、うどぼえからの絶景を老母に見せるため、 母を背負って、弓張り岳を登山したエピソードから、タスクロー坂の石踏みが建てられた。土地内総二郎大将、1922年7月27日、斉藤藩六中将、1923年6月1日、伏見宮広安王大,大将、1924年2月5日、人気中に第43号潜水艦の沈没事故が、発生。 うどごいの慰霊碑の大事を記号して追悼した。百武三郎中将、1925年4月15日。古川三郎中将、1926年12月10日。水田信太郎中将、1928年10月12日。長方巻中将、1929年11月11日。山梨勝野新中将、1930年12月1日。 東水県寒板問題に伴う懲罰左遷人事の第一号として海軍省を追放された。中村良造中九1931年12月1日、連合艦隊演習の際に仮想敵軍の役を認じられ、連合艦隊を寒布なきまでに撃破した。佐根寺正造中九1932年12月1日、与内光正中将。 1933年11月15日、戦時統合のために発足した佐世保の銀行に神話銀行の名を授けた。今村信次郎中将、1934年11月15日、百武玄吾中将、1935年12月2日、佐賀県出身の縁で佐賀県人の参拝者が多い廃棄神社にの取り入りの変額を記号した。松下元中将、 1936年3月16日、塩沢孝一中将、1936年12月1日、豊田定次郎中将、1937年12月1日、任期中に山本五十六海軍時間から公認候補に挙げられたが、傲慢な返答をして撤回された。中村亀三郎中将、1938年11月15日、 平田昇中将、1939年11月15日、墨山徳太郎中将、1940年10月15日、谷本馬太郎中将、1941年11月20日、歴代長官でただ一人、人気半ばに病没した、セチバル小学校に伝わる優勝期の希望者である、南雲忠和中将、 1942年11月11日、小松照久中条、1943年6月21日、杉山六蔵中条、1944年11月4日、石井高之少将、1945年11月15日から11月30日、現在、佐世保市では、旧海軍及び、佐世保鎮守府ゆかりの名物料理として、ビーフシチューと、 入港全財を売り込んでいる。ただし、ビーフシチューは、スケチン第七大司令長官の東郷平八郎が、イギリス留学中に親しんだと言われ、全財は、サセボをはじめとした、国内軍港への寄港前の艦内で将兵に、振るわまれたものであり、実際にはいずれもサセボに限らず、旧海軍と関係する食べ物である。海軍部内で流行した、ヘルダンの中でも有名なものに、 新達させに恋がある。朝鮮の鎮海港から佐世保港に帰る。乗組員は妻に鎮海を出港するから佐世保に会いに来てくれという意味で打電しただけだが電報を受け取った妻の親は旦那に呆れ返ったというのが当初の筋書きである。高級士官は上陸の際は町の料亭での遊興を楽しみにしていた。佐世保の料亭は山、川の不調で呼ばれた。山は 谷郷町の万象楼、川は高砂町のいろは楼である。戦後、山は市内最大の旅館、川はこじんまりした小料理屋にと両極端に変貌した。ありがとうございます。